例えばこう、この選手が来るとして、例えば普通にこうやって逃げるパターンが多いで、逃げるとついてくる場合、することはあるけど、逆には後ろはあんまり広くならない。だから完全にこれを足元に入れる状態でさせるのに、できるだけここまた自然体というかボールをここに足元入れてしまうというのは逆にミスです。打って例えばこっちでも使えるんです。これだけ動かしてるってことは味方がまた普通に使える。ここでバタバタしたりとかあんまり、あ、ちょっとダメなパターンをじゃあやってもらったら多分分かりそうな、はい、食いつかせられないようなパターンだと。どうなの？いや、一番食いダメなパターンは、はい、こうやって高校サッカーとか見に行ってもワンツーを1回で終わらせると思う。そうするとここのディフェンダーがもうタッチして、そうするとこれスピード勝負でもありがちでしょ。だからこの人を自分に近づけるっていう意味でボールが入った瞬間でもこれはいいパターンっていうか、だから慌ててワンタッチで返したりとか裏に行くととかいろんな動作やあんまやる必要ないです。できるだけ普通に止めて、で自然体でできる限りこの人にあと1メートル1歩来てもらう。あ、自然体にするから取れるんじゃないかってディフェンダーが思って来たところがチャンスになるってことです。パターン化して終わるのがさっき言ったワンタッチ、使い切り、この人まだ来てないのに走ろうとするってなると本当にスピード、そういうのが全部成功の鍵になるようではない。ワンタッチでいいじゃないですかって言ってもこの人が距離まだ詰めてない、もしかして気づくってなった時のワンタッチで出ていくと間違いなく先に伝わるっていう。上手い選手っていうのはやっぱりスピードなくてもできるっていうふうに出ていく。でこれが発展系でエラシコになったら、あとボレーも、まあ、エラシコのいろんな局面の使い方はたくさんあると思うんですけど、ワンツーもあるなっていうような状態に見せながら相手をできるだけ自分に近づける、まあ、そういう食いつかせるところで最後急激に足首、指を使って角度を変えるエラシコの、まあ、そういうのをできるのも常にボールに足指が密着しているので、なんかプレーを直前で変えられるけど、特に抜きに行くドリブルに移行する前の重要なシーン。今日もどっちかっていうとこの足全体じゃなくて、足の付け根よりももっと先っぽ、膝よりも先っぽ、足首よりそれこそ先の方が、そこだけを使う方がいいっておっしゃってましたけど、それはこうなんでなんですか？やっぱり一番はずっと考えてるのはゲーム中に相手の動き読むのには当然体の動き、向き、傾斜で大体次のプレー分かりやすいでしょ。だからそれをわざわざ伝えてアナウンスして難しい風にプレーをするか、できるだけ自然体で立たれてると次何やるか全く読めないと。で上はずっと立った状態だけどボールを触ってる足先、足指は次のプレーを、まあ、その一番先っちょで、まあ、表現できるっていうのをできるだけ増やした方が、でも日本のいろんな指導者の発想だと体全体使わないと賢明さとか何かしらね努力が、でもそれと今のプレーの質クオリティと全然意味合いが違うんで、できるだけ相手に読まれない、相手のチーム全体の守備の集団に次のプレー読まさないということで、やっぱり足指でできるだけボールをいろいろ処理したりキープしたりっていうのを増やした方が私は個人的にいいなと思いますね。